さあドルカス延長戦参りねえじゃんねえじゃんねえじゃんドルカスいねえじゃん絶対。でもちょっとなんかワイの気配を感じるんだ。だから回すんだ。私はワイ言ってこないから。私はワイ来ない。私はワイ噛む。どうもトウモロコシじゃない方ですね。星5じゃないと装備しませんから。なんか違和感あるな。やったー、前回10分の動画から今回1分で終わりなんだが、でもさこれ超助かるんだよね。武器連戦を控えてたからさ、セイバーさんこれ確保しておきたかったユニットなんすよ。助かった、すげえ助かる。盾の子供もらえるしね。やったぜ。しかしまあさすがにセイバー1体で終わるわけにはいかんな。もうちょっとだけ行こうか。これで出てくれよドルカスさん。緑と赤でいきます。青はもうなんかさっきので結構ダメージを負いました。ティルト出ねえんだなあれでな、意外とな。ニノちゃん、はい、もしかしたらミカヤが青かもしれませんから、うん、緑かもしれませんけど、光魔法の扱いがちょっと迷子なんでね。ミカヤが青だったらその時にもうしこたま引きますから、その時にティルティもついでにっていう感じを消耗するんだけどね。現状ちょっと青はきついな。全てがラインハルトで OK になってしまってるのが何とも。あいつ強すぎるぜやっぱり。うん、嬉しいな噛み締めるように言うな。ありがてえ。はい、一応個体値チェック。はい、基準値ですね。嬉しいな。レアだぜ。21分の1。そう、変動しないという意味ではね。超激レアでございます。はい。まあ、ワユに関しては前回言った通り、下げていいステータスがあまりないので、個体値を選ぶのであればね。うん。結局、どれも、いいものは21分の1のような気がしますが、はい。21分の3ぐらいかな。こうグイッと当たりと言えるのは、まあ、いずれ Y はどうせ専用動画作るでしょこいつ。うん、多分なんか前編後編に分けて Y を紹介するまである。うん、